モジラサンバードは、モジラファンデーションがオープンソースで開発を進めていたスケジュール管理ソフトである。モジラの拡張機能である、モジラカレンダーをベースにした単体で動作可能なソフトであり、モジラカレンダープロジェクトの一環として開発が進められていた。2005年2月に初のリリースである0.2がリリースされた。後に、サンダーバードの拡張機能として動作し、 同等の機能を提供するライトニングの開発が開始され、1.0β1 まではほぼ並行してリリースされた。その後、開発リソースをライトニングへ集中させるため、サンバードの開発は打ち切られた。Firefox や Thunderbird ーーなどと同じくズルで記述されており、クロスプラットフォームであり、Microsoft Windows、MacOS 10、Linux 用のビルドが公開されている。 アイカル形式、CSV 形式のファイルのインポート、エクスポートが可能である。WebDAV、カルダブに対応しており、ローカルだけでなく、ネットワーク上のカレンダーを読み書きすることもできる。2006年10月リリースのバージョン0.3では、月光のバージョンを 1.9a1 に変更し、オプションの画面や、アドオンの管理機能など、複数の点が新しくなっている。また、このバージョンより、 インテルマックに対応した。2007年3月リリースのバージョン0.31では2007年からのアメリカ合衆国での夏、時間の変更に対応した。これに伴い Windows 版では、OS のタイムゾーン更新プログラムを導入する必要がある。2007年6月リリースのバージョン0.5より、拡張機能を導入することで、Google カレンダーとの同期が可能になった。また、 バージョン0.8以降では、カルダブサポートを設定することで、拡張機能を導入することなく、直接、Google カレンダーと同期することも可能である。サンバード1.0ベータ1ナウ、アベーラブルフォーダウンロードハットサンバード0.5、リリースノーツ、ハットカレンダー、グダタプロバイダーハット、カルダブ、スタートガイド、Google カレンダーヘルプ。ありがとうございます。